一方の千葉、富樫、ダンカン、ムーニー、原、さあ中に切れ込んで、いやー早いですね、やり返しましたね、北海道にとっては重要ですね。さあ今度は寺田がもう一度レイアップショット、ね、何か富樫の前でその技、難しいことを簡単にやりますよね、はい、富樫選手がやると簡単に見えるんですけどですね。その富樫とマッチアップする寺園、なかなかパスの出しどころを少し探していました。ここミスマッチにはなっている。スミスがつく、寺園から中にショーンロング、ここは押し込んだ。橋本に対しては藤永のこの献身的なディフェンス、アタックした、タフショット決めてきた。ロングからロングがナイスプレーですね。ここでバスケットカウントも取ります。エンドワン、少しこうチームの士気を高めるようなプレーも必要になりますね。いやそうですね、今のはビッグプレーなんですけどね、今のところ北海道としては点数の取り方がね、あのショーロング選手のところだけなの。橋本のボールを奪おうというギャビン・エドワーズ、ミスマッチになっている。ここでロング、ナイスプレーですね、今ハイローですね、はい、ダメですね、もうここはもう切り替えて、この点数を1回、そうですね、忘れないと、ただここはうまくパスを出したが、よくミラーが体を寄せていましたということも言っていました。その富樫も入っています。ブルックスがアタックした、ようやくブルックス得点きました。追い込むようなディフェンスの付き方してますね。そうですか、はい、ロング、いいバウンドパスがありました。方向付けしてますね。ただその富樫がいいアタックを見せましたが、はい、点は入らない。さあブルックスがいった。そうですね、ここでスティールした。ブルックスから、お早いですね、点流れてるんで、やっぱりこれこのミスですよね。このターンオーバーからもう早く持ってかれると、で簡単なイージーレイアップですから、これはあの千葉としては一番やられたくない。そうですね、北海道はあのリバウンドですよね。そしてロングに対してはダンカンもついているが、ロング、これで18点。千葉もまたスリーツ仕掛けてきました ね、あの北海道は非常に今スリーポイントの本数も少ないですし、はい、確率が良くないんですよ。ようやく今山口選手入りましたけど、ブルックス、ブルックスが振り向きざま、フックショットを決めてきた。そしてバスケットカウントしたっていうファールですかね、今ね。なるほど、ここの時にこれ押して押したってことですね。なるほど、はい、そういうことですね、失礼しました。でノーマークのシュートをいかに、確率よく決められるかっていうところもあるので、はい、葛原ワイドで決めたー、コーナースリー、直後にもう一本打ってくるわけですから。そうですね、はい、ダンカン押し込めるか。うわ、ブルックスのいいディフェンスがありました。いいディフェンスですね。ロングとムーニー、ロングに回して、うまいですね、ロング押し込んだ。うまいですね、あの体の回しが非常にうまいですよね。ショーン・ロング、さあここで葛原が佐藤にマークに行く、ファイトオーバーしていく、体を寄せる、佐藤もよくバンク、ダンカンのストレス抱えちゃってるかもしれないですね。そうですね、今度はブルックスか、3はかー、ようやく来た、今日1本目。第1クォーターの北海道みたいなバスケットになっちゃってますね、はい、ロング、これで決まる。葛原、山口には腹がつくが、山口、さあ一方北海道、ブルックスが行く、ダブルクラッチで、左には佐藤もいますが、スミスに対しては櫻井マークに行く、ああミラーがよくスティールした。葛原には佐藤、そうブルックス、スリーポイント来た、今日2本目。佐藤から西村へは行かない、
その佐藤が振り切った。あ、ブロックショットですね。今度はブルックスか。桜井スリーだった。いましたね。桜井が追いかけていくが、キックアウト、北海道ボールになる。さあターンオーバーになった。今度はロングがブルックスへ、もう一度ロング。バスケットカウントですね。今のプレーです。あ、ナイスプレーですね。しっかり見てますよね。寺園、富樫もつくがファウルはない。トップオブザキーからのジャンプショット決めた。あれも簡単じゃないですからね。あ、逆サイド。寺園からブルックス、ポンペイクを入れて来ましたね。デモンブルックス、今のプレーです。このフェイクで飛ばして、チラもしっかりチェックに行ってるんですよね。2人とも行ってますから。4本目のスリーを決めてきました。山口、原ですね。原で選択、ムーニーか。ブロックショット見せた、ロング。ここで、あ、きっちり出てきましたね。北海道が勝ち切りました。2011年チーム創設以来、チーム100勝も千葉、チーム200勝、この試合も千葉ジェッツ相手でした。北海道が宇都宮、そして強豪千葉、連勝を飾っています。いや、この千葉ジェッツ、やはり富樫を抑えたというのが、織本さん、本当に大きかったですね。いや、大きいですね。最後まで、まあ、1クォーター富樫選手非常にいい活躍をしてたんですけど、2クォーター、3クォーター、4クォーター、何にもやらせてもらえなかったですね。橋本が勝ち切れんばかりの笑顔。まあ、やはりこの第1クォーターのこの点差を見ると、そうですね、このゲームはなかなか想像できないですからね。まあ、よくひっくり返しましたね。北海道はよく我慢して追いついたと思いますね。ただやはりその相手の千葉、今コートをこれからますか。はい、皆さん、あの第1クォーター終わった時にはちょっと諦めムードだったかも分かりませんが、あの選手たちが、あの1クォーターでミスしたものを3クォーターかけて取り戻してくれました。本当選手に感謝です。ありがとうございます。まあ、本当に今日みたいにうまくいくゲームばかりではないんですけど、まあ、とにかく本当に最後まで諦めずに、はい、あの勝てるっていうところを、あの皆さんに、ね、あの証明して、あの全力で戦いたいと思いますので、これからもあのいろいろ皆さんの声援が本当に頼りです。あのこれからもよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。佐古ヘッドコーチでした。皆さん大きな拍手を。It was a really tough match, especially the first quarter. We was down big, but it was a team effort. All 12 guys stayed with it, believed we can win, and we was able to pull it off. And just thank you for supporting us. Without you guys, I mean, this wouldn't be possible. It's been a tough week.But I'm just glad we was able to come out with this win. 本当にタフな試合でした。第1ピリオド非常に苦しい展開だったんですけど、誰一人諦めることなく、絶対に勝てると信じて、チーム全員でやり続けた、その結果だというふうに思いますし、会場の皆様の応援がなければ今日の勝ちはなかったので、本当に皆様のサポートを感謝しております。桜井亮太選手にやっていただきます。スリーポイントを決めたからという理由でございます。では桜井選手、前の方へお願いします。こちらのパフォーマンスは松島義武 COO とブースターの皆さんが考案してくれたパフォーマンス。桜井選手にはレバンガビクトリーと大きな声で言っていただきますので、選手の皆さん、来場の皆さんは両手を使ってレバンガのところで右手を上、左手を横に L サイン、ビクトリーのところで V サインを両手で作ってください。さあ、それでは今日は大切なスリーポイントを決めた桜井選手にレバンガビクトリーご賞はお願いします。はい、皆さん今日は本当に応援ありがとうございました。それではいきます。レバンガビクトリー。
ありがとうございます。ありがとうございました。レバンガ北海道15